ラサニールは大秘術師様の禁止令を犯した。命令に背いたからには罰を受けなければならない。私の衛兵隊は正義を執行する部隊だ。このまま見逃すわけにはいかない。テルレノル遺跡は大秘術師様の個人的な研究所。我々でも迂闊に近寄れない場所にお前たちが入れるとでも思ったのか？私の部下の衛兵たちはただ職務を全うしているだけ。個人的な恨みを持つ者もいるかもしれないがな。どうしてもというなら手合わせしてみるがいい。お前にはがっかりだ。それはあいつが強すぎるんです。そうか。私も一度メランコリの英雄とやらと手合わせしてみたかったところだ。噂通り、なかなかやるな。パドン、もうここに用はない。仲間を連れて傷の治療に戻れ。撤退だ。しかし、まだ奴らを捕らえていません。まだ十分でないと？まさか私の手を借りようとは思っていないだろうな。しかし大秘術師様の禁止令が。大秘術師様もたまには趣向を変えて気分転換しないと疲れてしまうと思わないか？海の民よ、お前の行動は引き続き監視させてもらう。またまた危ないところだったな。いつも世話になってしまってすまない。感謝しているぞ、海の民の友人よ。しかしさっきのあの指揮官、話し方にちょっと違和感があった。あの大秘術師と何かあるのか。まったく、エルフにもこんないざこざがあるなんてがっかりだな。古の種族は少なくとも人間関係に関してはもう少し達観しているのかと思ってたよ。とりあえずラサニールはこれでひとまず安全だな。少し休憩して準備ができたらテリレノル遺跡での行動開始だ。そうだ、さっきの指揮官の言ったことを覚えているか。テリレノル遺跡は大秘術師の個人的な研究所らしいな。
ここはだいぶ前に廃れたものだと思っていたが、今回の冒険は本当に山あり谷あり驚きの連続だ。一体ここでどんな研究をしてるんだ。迷惑をかけるな。おお、お前か。約束を果たしに来たのか。お前には敬意を表するよ、海の民。お前のその無知さ加減にな。お前の動機に疑問を抱いていたのは、俺がその女の子の価値を知っていたからだ。ダリアは海の民ではない。お前の妹でもない。彼女の血脈は崇高な力を二つ合わせ持つ。一つは高貴な古のエルフ、もう一つはとある強大な人間のものだ。彼女はアイサ、混血のエルフだ。サコミーから真実を告げられた時、疑念と驚きが一度に溢れ出てきた。ダリアが己の力に全く気がついていなかったということへの疑念と、また彼女の内なる力がイロカイナを救い、私を救ってくれるかもしれないということへの驚きだった。姉上とサコミーはダリアをどうするかで意見が食い違った。罪を償うことへの渇望に頭が支配され、私はサコミーを選んだ。ダリアが連れて行かれる前、少し話をした。彼女はお前との暮らしを話し、共に過ごした時間を教えてくれた。その時私はこう思った。そんなのはお前の中に眠る強大な力をものにしようとしている盗っ人に違いないと。この娘は私同様、なんて愚かなのだと。それから己をも欺き、こう思うことにした。この娘は生命などではない。彼女はただの力の集合体で、それを引き出すものだ。たまたま溺れる私が掴んだ藁なのだと。そう、安息の地でお前に敗れるまで、クラングレイが審判を下した時まで、その刹那、私は確信したのだ。私が間違っていたと。お前の心の信念の炎はそれほどまでに大きく強烈に燃え上がっている。それに比べ私はイロカイナの呪いのせいでそれに屈服し負けてしまいそうで、しかし今なら決して負けない。クラングレイよ、
私は生贄という口実で何も知らない無垢な娘をお前への許しを乞う道具にするつもりはない。ダリアはサコミーの研究所テルレノル遺跡の奥底に閉じ込められている。きっとあの娘にはもっと素晴らしい運命が待っているはずだ。彼女を連れ戻し、この過ちを終わらせてくれ。